ここからスタートが始まってるわけですね。なるほど。そして跳馬といえばこの人は世界一と考えていいと思います。ルーマニアの次期エースアマナール、世界選手権では第2位。高いですね。そうですね、高さがあります。後方の2回ひねり、まあ、ちょっと足先のばらつきですとか着地で低い姿勢が見えますと、はい、非常に新ルールでは減点が大きくなりますので、まあ、この飛び方も 9.9 なんですけれども、ちょっと減点は多くなりますね。そうですか。この綺麗な体の線、本当に伸身姿勢がきちっと取れています。ルーマニアのアマナール、ゴジャン亡き後のおそらくエースといって